どうも、カルタクラブの川瀬正義です。ちはやふるでおなじみ競技カルタを2030年にプロ化するという目標を掲げて、カルタの魅力を伝える活動をしたり、カルタを教える先生をしたり、カルタが強くなるためのオンラインカルタ部カルタクラブルームの運営などをしております。さて、本日は昨日の全日本カルタ協会の会員みんなで話す会がうまくいきましたよみたいな話をしていきたいと思います。この全日本カルタ協会の会員みんなで話す会っていうやつは、大会の抽選で落ちてなかなか大会出られませんとか、 D 級まで全国大会にせず地域制限で大会やりますよといった話に対して、会員として皆さんいろいろ思うところはあるんじゃないかなと思ってまして、ただこのいろんな意見があると思うんですよ。 A 級の人は A 級の意見があるし、地方に住んでる人には地方の意見がある、都会に住んでる人は都会の意見があるみたいな感じでバラバラだったりするので、実際に会員同士で意見をぶつけてみて、意見交換してみて、本当に目指すべき方向ってどこなんだろうねっていうのを考えていくっていう、そんな取り組みでございます。で、昨日第1回が行われて、個人的にはすごいうまくいったんじゃないかなと思っております。結構頑張って告知とかをしたんですけど、なんていうんですかね、告知の間ってあんまりこう反応がなかったので、俺誰も来ねえんじゃねえかなとか思ってすごいビク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 してたんですけど、結局20人ぐらいはいたのかな、ちょっとどんぶり勘定なんであれなんですけれども、多分20人ぐらいの方が参加してくれて、10人ぐらいの方は少なくとも意見を何かしら、チャットっていう方もいましたけども、言ってくれたんじゃないかなと思っております。で、この20人とか10人っていう数字を多いと見るか少ないと見るかは、皆さん次第なところはあると思うんですけども、何かしら意見を言ってくれる、で、話を前に進めようとしてくれる人たちが、これだけ集まって話したのって実はカルタの業界で初めてのことなんじゃないか。もちろん身内で話すとかあると思いますよ。10人20人のサークルで、いやー全日本カルタ協会こうしてほしいよねみたいな話を身内でやってるっていう場合はもちろんあったと思うんですけども、知らない人たちがいる中でちょっと自分の意見を言ってみるとか、そういう風にみんな思ってるんだみたいな意見を交換するみたいな話って初めて行われたんじゃないかなと思ってます。で、この取り組みについては、オープンなところで議論してった方がいいよねって話なので、チャットとかは全部競技カルタオープンコミュニティカルタクラブのディスコードチャンネルの方で公開されてますし、アーカイブについても昨日のなんていうんですかね、ミーティングっぽく、こうウェブミーティングっぽく話したんですけれども、それのアーカイブについても動画としてしっかり残しておくっていうような形になるので、ぜひ参加できなかった方は見てもらいたいなと思ってます。こういう意見が出たんだな、やっぱりここ課題だったんだなみたいなところが、みんなどう思ってるかっていうのが分かる話になってるので、ぜひ聞いてもらったらいいんじゃないかな。そしてその上で、いや私はこう思うとかこうした方がいいみたいな話がある方は、ぜひ議論に、チャットで参加いただければ、次回多分1月の第2週か第3週、僕が名人戦終わった後じゃないとちょっと動けないよっていうところがあるので、そのぐらいの時期にやろうかなとは思ってるんですけど、そんな形で進めますので、ぜひ皆さんの意見、参加しなかった方もいただければなと思ってます。で、聞いた方、参加してくださった方は、わかるかなと思うんですけれども、割と昨日の話で何か前に進んだかっていうと、そんなことはないんですよね。あくまで、僕の告知の仕方もあったとは思うんですけど、その、課題、みんなが思っていることをとにかく言ってもらうっていうところが第一回の目的だったので、もしかすると聞いていて、いやこの進め方じゃ何にも変わんないよとか、これどう着地させるんだよみたいなところが気になった方もいるんじゃないかなとは思うんですけど、僕はあれで正解だったんじゃないかなと思います。で、この話って全日本カルタ協会さんを何とかして変えていこうみたいな、目的はもちろんあるんですけれども、それよりも大事なことがみんなでコミュニケーション取ることだから、議論が発散しているような形でみんながいろんなことを言っている場所が一個できるっていうことが一番の目的だと僕は思ってるので、あれで正解なんじゃないかなと思ってます。
なので、まあ、こんな形でみんなの意見が出てくる場所、発散していて誰まとめんだよとかいう話はもちろんあるんですけれども、ああいう場所がないと、やっぱりその、どこにもこう、思いを言う場所もないし、それを聞いてくれる人もいないみたいな感じになってっちゃうので、まあ、一個の受け皿として、ああいう形のミーティング、まあ、だから、なんだろう、会社の会議とかで行ったら、何も決まらない会議はやるな、無駄だとか言われるとは思うんですけれども、そういう目的じゃないので、何かを決めるための会議じゃないので、何かこう、いろんな人の意見を、まあ、収集する。それはみんなが収集するってのもそうだし、僕自身がその知りたいっていうのもあるので、まあ、そういうところが目的になっているので、僕はあれで正解だし、うまくいったと思ってるんですね。で、まあ、強いて言うなら、もっと人いないとダメだよねとかいう話もあるんで、まあそこはもう少しいろんな意見が入ってきたらいいなとかは思っております。はい。で、一方で、じゃあ、その発散した議論を放置してていいのか、そのまんまでいいのかっていうと、まあそんなこともないかなと思っていて、一応僕の中では次のアクションみたいなのは、割と明確になってます。で、まあ、この話って、その、オープンで話してる話なんで、内容についても、昨日出てきた話についても、具体的に話していきたい、共有していきたいなと思ってるんですけど、まあ、本当にいろんな意見があった中で、まあ、まとめるとですね、大きく3つの話に、まあ、集約できるんじゃないかなと思っています。で、一つが、まあ、大会の制度のところですよね。ピラミッド構造をきれいにすべき、みたいなところ。話の中で B 級の方が、まあ、自分の話、意見を言ってくださったんですけれども、大会に出て、なんか数えたら3回ぐらい B ダッシュの人、その B 級って優勝か準優勝2回じゃないと上がれないじゃないですか。その準優勝2回のうち1回をクリアした人に3回も当たっていて、いや、それはなかなか勝てないし A 級上がれないよ。で、B 級までって、まあ3位でも上がれるわけじゃないですか。だから、どん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 下から D 級、E 級から D 級に上がって、D 級から C 級に上がって、B 級に上がってっていうところまで来たときに、なぜか B 級で、その上がる条件が変わっていて、A 級に上がるのが難しくなっているっていうような意見があって、まあそこってなんでなんでしょうねっていうところ。皆さんどう思いますかね？最初にピラミッド構造って話しちゃったんで、まあそれでピンとくる方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、B 級から見たらそういう風に見えると思うんですけど、今、じゃあ B 級から A 級に上がったらどうなるかっていうと、なかなか抽選に通らない。特に都会の大会は全然出られないよ、みたいな感じになっていて、まあこれって、まあ A 級が増えすぎてる。まあ大会の運営能力のキャパの問題とかもいろいろあるんですけど、まあ A 級が多いと、それはそれで詰まっちゃう。で、A 級も分割して大会できるようにようやくなりましたけど、じゃあ、その分割して優勝者を決めてる中で、まあ、なんていうんですか？要は、名人と当たるグループで戦ってる人と、名人がいないグループで戦ってる人が同じ優勝でいいんだっけとか、まあそういう問題だとかもあったりして、まあ、なんだろう、A 級には A 級の問題があるし、B 級には B 級の視点で、なんかいろいろ考えることがあるしっていうような状況なんですよね。で、まあ、こういう、その、なんだろう、旧の視点とか、地域の視点とかで、多分思ってることがみんな違うんだろうなっていうのは、まあ、想像はしてたんですけど、やっぱり、実際に意見として、まあ、出てきたなと思っていて、この辺って、まあ、溝が埋まらない部分っていうのはもちろん、最後まで出てくるとは思うんですけど、まあ、一個言えるのは、このピラミッド構造をきれいにすべきっていう考え方自体、が、まあ浸透してないんだろうな。まあそもそもそれやろうとしてないですしね、今。現状破綻しちゃってるのでやってないんですけど、まあ多分いろんなスポーツの業界とか見ていて、ピラミッドの構造をちゃんと綺麗に設計しておかないと、まあどこかで歪みが出てきちゃうっていう話だと思うので、だから A 級はまあこれくらいの人数がいて、こういう感じですよ。B 級はまあその下だから優勝1回か準優勝2回で A に上がれるよ。その次はまあ B 級まではじゃあ3位で上がれますよ。で多分今ここ変えられてて、 C 級に上がるまでは地域の全国大会で上がるっていうのが今までだったのが、多分地域に移行して、地域の大会で勝ったら C 級っていう、まあ全国リーグの大会に出られるみたいなイメージで多分変わるんだと思うんですけど、ちょっとここ、まだ多分
全日本カルタ協会さんの中で詰めてるところなんで、全然確定事項だと思わないで聞いてほしいんですけど、僕がなんとなく聞いてる範囲ではそんな風に進んでいて、まあ、そういうことが考えられてるんだよって話。まあ、こんなの言われなきゃわかんないじゃないですか。っていう話が、やっぱり、まあみんなでコミュニケーション取らないと出てこないし、まあもちろんその制度作る側はそういう発信をしていかなきゃいけないんだろうなと思っていて、まあそんな感じで、このピラミッド構造をきれいにすべきっていう観点でも、まあいろいろといろんな人の意見がありますよっていうようなお話ですね。あれだな。なんか、僕が話したいこととだいぶずれてるんで、ちょっと、脇道にそれたことにして、ちょっと本題に戻していいですか。今の話も全然大事なんですけどね。すごい大事なんですけど、まあ昨日のミーティングで、まあ大事な観点が3つ出てきたと思っていて、まあ1つがこのピラミッド構造をきれいにすべき。で、もう1つが、まあ大会運営ができるスタッフがあまりいないよっていうところ。で、ただ、一方で大会やりたい、運営を手伝いたいよっていう人もまあまあいるみたいな話もあって、まあそのあたりが、なんだろう。仕組みとしてうまく回ってないんだろうなっていうところはね、それをどうしていこうかっていう話が一つ。で、あと三つ目が、競技カルタの本質ってどこにあるんだろうねっていう話があって、まあ、例えば、暗記時間15分を10分に短くしたら、試合時間短くなるよねとかいう話とか、あとは、そもそも札に決まり字が書いてあるやつ使ったらまずいんだっけ？何か競技の本質ってずれるんだっけ？みたいな話が議題として出てきたんですけど、まあそういうのって、まあ僕ら選手がその競技カルタっていうゲームの本質がどこにあるのかっていうのが、まあ決まってないし、みんなの共通認識取れてないから、そういうのって本当に変えていいのか変えちゃいけないのかわかんないよね、みたいな話。まあこの3つが結構大きなトピックとして出てきたかなと思ってます。他にもあったんですよ。他にもあったんですけど、まあ、その、発言した人たちの、まあ、なんだろう。一番盛り上がったところは、まあ、この3つなのかなと思っていて、まあ、まずはこの3つに対して一個一個アクション、なんだろう。発散しているところを、まあ、なんだろう。叩きみたいなのを作って、それに対して、どうこう、アプローチしていく。で、また、議論をいろいろ巻き起こすため。まあ、だから、今までは、その、困っていることを、まあ、率直に言ってみるっていうのが第1回だったのが、第2回では、まあ、それを踏まえて、じゃあ、こんな感じで制度を作ったらどうなんでしょうね、みたいなのを、一個アイデアとして作って、それを、まあ、なんか叩きみたいにして、それに対して、まあ、意見をぶつけていくっていう形でやっていくと、まあ、前に進むんじゃないかなと思ってるので、まずは、さっき言った3つのトピックについて、手を動かして、なんか、こういう感じにしたらいいんじゃねえでしょうかみたいなアイディアをまとめていかないといけないんですね。まあ僕の中ではそういう進め方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど。はい。っていうところで、まあ1個目のピラミッド構造をきれいにすべきって話は、まあ多分、これからも、ちはやふるの影響は続くので、競技人口っていうのはますます増えていくでしょう。まあ、それを前提に、このまま増え続けても、まあ破綻した、しないような、綺麗にピラミッドを維持するための仕組みみたいなのを、やっぱり一個考えて、まあこれで行くべきだよね、みたいな話を、まあ一個作る必要があるんだなと思ってます。で、二つ目が、その大会運営のところなんですけど、まず、大会運営って何するか皆さんわかります?っていう話だと思っていて、で、僕自身も、決まり字100日大会の運営とかしたから、まあ自分でその、なんだろう、すべて大会を一個作り上げるっていう意味で、一回やったので、なんとなくこれやんなきゃいけないよねっていうのは書き出せる状況なんですけど、まあこの仕事内容みたいなのをちゃんと一個一個書き出していかないと、まあ、どういう人がどれぐらい必要なのかっていうのが分かってこないと思うんですよね。で、多分手伝いたいよっていう人たちに、もちろんその読書を待ってもらうための旗揚げとかだったら誰にでもお願いできると思うんですけど、一方で申し込みを受け付けてお金の管理してとかそういう話って、やっぱり経験値とか能力もいるし、責任みたいなのもかなり発生すると思うんで、そこをじゃあ手を挙げてくれた人にほいって任していいのかっていうと、まあそうじゃないだろうっていう話があって、この辺をまずきっちり切り分けていかないと、じゃあどれぐらいなんだろう、責任感のある、重要な役割の人が何人必要で、で、一方で手を挙げてくれたら任せられるって仕事がどれぐらいのボリュームあってみたいなのを、まあまずちょっと目で見える形にしないと、まあどういう仕組みにするかとか有効活用とか以前の問題な気がしてるので、そこをまずやっていく必要があるかなと。
で、三つ目の、競技カルタの本質はどこにあるかって話は、本当に箇条書きで叩きを作っていくんでしょうね。例えば、さっきの話でいくと、暗記時間は10分でいいと思いますかじゃないですけど、ちょっと例えが悪い気がするな。例えば、一番議論割れそうだなと思ってるのは、その、譲り合い、主張の試合の時に、VAR で、映像で判定するってなると、多分、競技カルタの規定に書いてある、五条の精神みたいなものがなくなるっていう意見が多分出てくるんだろうなと思っていて、それって、じゃあ、その五条の精神っていうところは競技カルタの本質なんですかとか、あとは、ちゃんと正しく早く取ったっていうことを正確に分かるようにすることのは競技の本質だよね。だから、譲り合いみたいな精神的なところは競技の本質ではなくって、あくまで早く取るっていうゲームのところが本質だよねっていうふうに取るのか、ここちょっと意見分かれそうな気がしてるんですけど、そんな感じで、ここの部分が本質だよね。ここの部分は、変えてもいいよね、みたいなところを、一個一個書いていって、でアンケート取る、アンケート取るでいいのかなっていうのもあるんですけど、そんな感じでやっていくのかななんて思っております。はい、という感じなので、僕の頭の中ではこの作業をすれば次のステップに進めそうかなって思ってるんですけど、別にこの話って進め方に正解があるとかそういう話じゃないので、ぜひこういう風にしてくんないかなとか、こういう風に私進めたいんでやっていいですかとか、そういう話があればぜひ Discord 競技カルタオープンコミュニティの方で言っていただければいいなと思ってますし、今手を動かせば次に進めるなって言ったんですけども、僕自身がこの手を動かせるかっていうとまた別の問題で、なかなか動かしきれない。もちろんコツコツは進めていきたいなと思ってるんですけど、もしスピード感持ってどんどん進めたいよ、そうしないとね、困ってるところが解決するのにどんだけ時間かけるつもりなんだよって話に、なっちゃうし、思っちゃう人もいると思うんで、そういう方がいるんであれば、ぜひね、主体的に自分からそこは、進めるように動いてもらえればなと思います。で、僕自身は、やっぱり他にもいろいろやんなきゃいけない。特に今、名人戦の練習とかをやんなきゃいけない中で、やれる範囲でちょっとずつ進めていく。僕からすると、目の前で自分がすんごい困ってるわけじゃないんで、一歩でも前に進んでいれば OK かなと思ってる節があるんですね。で、こういうふうに、最初にも話した通り、とにかくみんなの意見が出てきて話せる状態、話す場所ができたことで、まず一個目的を達成してしまってるっていうふうに思ってるところがあるので、本当に変えなきゃいけないんだ、今すぐ変えなきゃいけないんだと思っている人がいるんであれば、で、こうすべきなんだ、こうしていくのが多分いいんだみたいなことが、熱がある人ですねがいるんであれば、ぜひそこは巻き取って、僕から仕事を奪ってっていう言い方でいいのか分かんないですけど、これ別に僕が進める仕事の話じゃないので、そういう言い方でいいのか分かんないんですけども、ぜひ前に進めるのをやってもらえたらいいなと思っております。はい、なので、ちょっともしかしたら皆さんから見るとちんたら進めてんなっていう風に見えるかもしれないんですが、僕は僕なりに多分うまくいってると思ってますし、この進め方でいいと思ってるし、スピード感としても、正直こういうのって時間かかるんですよ。その、勝手に進めて勝手にゴーして、じゃあそれでみんなが納得するかっていうと、そうでもなかったりするので、やっぱりいろんな人に意見を集めてきて、で、みんなで作ったんですよっていう、手を取るっていう言い方でいいのか、もうわかんないですけど、やっぱりそういう風に人が集まって、で作りました、でみんなそう思ってるんです、で大体の人がそれで納得してるんですっていう状況を、うまく作っていくにはやっぱり時間がかかると思うので、こういう形で進められればいいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、というか手伝ってくれる人がいないと僕は辛いよ。はい、ありがとうございます。ということで皆さんのお手伝いを募集しております。というかお手伝いじゃない、もう僕が手伝うんで、主体的に動いてくれると嬉しいなと思ってます。はい、というわけで本日の放送は終わりたいと思います。繰り返しになりますが、昨日の、1時間から1時間半ぐらいかけてミーティングっぽくみんなでいろいろ話したんですけれども、そのアーカイブ残ってますので、ぜひご視聴ください。それでは本日の放送は終わりたいと思います。
オンラインカルタ部カルタクラブルームでは、川瀬正義に質問し放題、50以上ある部員限定の記事や動画を見放題となっております。気になる方はぜひ覗いてみてください。それでは次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ。